国慶節の記念式典が催される天安門前広場。なお、天安門に掲げられる毛沢東の肖像画は国慶節前日の9月30日に清掃される国慶節の天安門前広場。中華人民共和国国慶節は中華人民共和国の祝日の一つ、10月1日と定めている。中華人民共和国における国慶節の制定は 1949年9月に中国人民政治協商会議において10月1日を国慶節と定めたことに由来する。これは1949年10月1日に天安門広場にて中華人民共和国の建国式典が行われ、毛沢東により中華人民共和国の成立が宣言されたことにちなむ。中華人民共和国では11と呼ばれ、 この日を挟む約一週間が大型連休となる。この時期には中国人が一斉に国内外に旅行するシーズンとして知られ、日本でもインバウンド需要が高まるため注目されており、2018年の国慶節連休において、訪日中国人観光客数は700万人に達したという。2017年には中秋節と重なり休暇が長期化したことで、 中国国内の旅行者数が約7億人を記録した。中華人民共和国では建国1周年から10周年まで毎年越平式が行われていたが、その後中断。以降は35周年、50周年、60周年、70周年にそれぞれ行われた。ありがとうございます。